三代目、中村勘右衛門は、歌舞伎役者。前身座創立者の一人。本名は、三井金次郎。父は二代目、中村勘右衛門。兄は三代目、中村中助。子は四代目、中村梅之助。孫は二代目、中村梅尺。妻は、落語家の二代目、段収納つばめいだの娘。外旋帰国。 一時亡命先の中国、北京から3年ぶりに帰国した3代目、中村勘右衛門と出迎える4代目、河原崎長十郎をはじめ前進座団員一同。1955年11月6日、羽田空港にて。1906年、東京浅草の小芝居小屋、流星座にて、山卜のカラステング役で初舞台を踏む。座長は、父親の梅之助。 1911年、父親と共に五代目、中村歌右衛門の門弟となり三代目、中村梅之助を名乗る。1920年、歌舞伎座で、名題昇進、三代目、中村勘右衛門を襲名。1928年、段郎録津波名だの娘、町田春子と結婚。1929年、小芝居出身ゆえ出世や稼ぎは望めないという苦しい。 生活の中、東京左翼劇場の主催者、村山智義の公演に触発され、仲間と俳優機関士、激戦を創刊。球体依然とした歌舞伎界を批判して、小畜を脱退。師匠から波門。二代目、市川猿之助の春秋座に参加する。1931年、四代目、河原崎長十郎、五代目。 河原崎国太郎などと共に依然新座を結成、中心俳優となる。歌舞伎をベースとした新しい演劇を目指す一方、映画にも出演、山中貞夫監督の街の入れ墨者、社、知山総春、人情史風船などに出演する。戦後は、座院ともども、日本共産党に入党。しかし、連合国占領下の当時の日本には、マッカーサー指令による、 レッドパージが広がり、工業が弾圧されるようになる。1952年、北海道公園で、赤平町で会場に押さえておいた、小学校の体育館が当日になって使えなくなる、騒動が勃発。小学校職員と劇団員が揉めた結果に怪我人が、出て、障害、器物破損の容疑で逮捕状が出た。伊藤エモンはこれから逃げる形で、中国へ亡命した。 1955年、3年ぶりに帰国。外戦帰国と報じられる。1968年、長十郎が除名され、この後は、文字通り全身座のリーダーとして八面六臂の活躍を見せた。1982年9月21日死去。セリフ回しのうまさとキレのある芸風で重厚な芸能、長十郎と対象の妙を見せていた。 丸本物では、京成半言公の絵師、また平、平家仰御島の瞬閣、時代物では、肝心町の富樫、世話物では、新皿や穂が通さの魚屋、宗五郎、神明江和合取組の目組の辰五郎、東山桜宗氏の桜宗五。文七玄結の長兵、新作では、講談本目帝の、桃川、燕ば氏、た浜御殿。 砂と余興の富の森、などが当たり役。息子の四代目、中村梅之助が主演した、テレビドラマ、演山の金山鳥物町では、高知山宗春を演じた。映画界では、歌舞伎界と区別して、本名の、三井さんで呼ばれた。1936年の映画、高知山宗春での浪人、金子一之章の、箱で常に爪楊枝を加え、胸に爪楊枝を、 たくさん刺しているというキャラクターは、伊藤衛門のアイデアだった。稲垣博史によると、山中監督もこれには、三井君は、偉い役者やと感心していたという。1936年の、またたび千数代で競馬の場面があった。坂東つまさぶろも、大河内伝次郎も乗馬は得意ではなかったことから、稲垣は、 どうせ歌舞伎役者だから、馬には乗れまいと吹き替えを用意したものの、馬がどうしてもスタントマンの言うことを聞かなかった。この時、伊藤エモン本人が、僕にやらせてもらえませんかと名乗り出て、見事この乗馬シーンを演じ切ってみせた。伊藤エモンによると、子供の頃に馬に乗って、歌舞伎座の楽屋入りをしたことがあるほど、乗馬術には長けていたのである。ところが映画を見た。 批評家たちはこれを伊藤衛門本人とは思わず、あの吹き替えは見事だ。まるで本人が乗っているほど少しもわからなかったと、見当違いの賞賛を浴びせたという。これには稲垣も腐ったのは伊藤衛門と僕であると述解している。ありがとうございます。